空から不審なものが落ちてきたと報告があったので見に来てみたが、一体これは何だ？親方様、中から何か出てきます。あなたはこの星の人間ですか？なんだお前は、変わった見た目をしておるな。さては異国のものだな。私は別の星からやってきた宇宙人です。地球の侍というものに興味を持ってこの星にやってきました。お前なんで裸なのだ？あれ、私が宇宙人ってことはスルーですか？もっと驚いてもらえると思ったんですけど、この星は文明が未発達だから宇宙原始生物保護条例で私以外の宇宙人は地球人と接触していないはずなんですかね。何をわけのわからんことを言っておる。お前どこの異国の人間か知らんが、服も着ていないとは相当原始的な民族なのか。お前のような者がいてはオダリオの風紀が乱れるから、オダリオを出歩きたいなら服を着ろ。おっと、原始的な星の人間に逆に原始人扱いされてしまったぞ。親方様、こいつ失礼なことを言っているようですね。切り捨ててしまいましょう。いや待て秀吉、異国の者なのに日本の言葉をこれほど喋れるやつは珍しい。わしらの知らん異国の文化を知るためにも仲良くなってみよう。おお、私と仲良くなってくれるのですか？感激です。でも私は外国人ではなく宇宙人です。別の星から来たのです。黙れ、切り捨てるぞ。え？外国人だか宇宙人だか知らんが、日本の外に住んでいるやつは皆異国人だ。細かいことぐちぐち言っておると切り捨てるぞ。外国人と宇宙人の違いは細かくないと思いますが、わかりました。ところであなたは侍ですか？いかにもわしは侍である。しかも多くの地を治めている大大名であるぞ。本当ですか？私は侍に会うために宇宙原始生物保護条例を破ってまで地球に来たのです。ほう、わしからすると侍なんてありふれたものであるが、侍のどこに興味を持ったのだ？私は侍のすごい技を見たいのです。侍は刀を神速で抜刀することで衝撃波を飛ばしたり、真空状態を作り出してそこに敵を吸い込むブラックホールのような現象を起こせるそうですね。それルローニケンシンの主人公の奥義、天かける竜のひらめきではないか。あれは漫画の中だけの話であるぞ。あんなことできる侍は現実にはおらん。え？じゃあ多重影分身の術を使って自分の分身をたくさん作り出したり、火遁の術で口からすごい炎を吹き出す侍はいますか？それ侍じゃなくて忍者な。そしてそれも漫画の中の忍者の話で、現実にそんな忍者はおらんぞ。そんなバカな。じゃあ侍は男同士でいやらしいことをして楽しむ手道という文化があったのも嘘なんですか？それは本当である。戦国時代の侍にとって男同士でそういう行為を行うのは名誉なことだと言われておるからな。男に股間が反応しない秀吉は周りからバカにされておる。勘弁してください親方様、わしには男を抱くなんて絶対無理です。なんと、侍はやはり男同士の恋愛が普通だったのですね。実は私、筋骨隆々の男同士が裸でぶつかるのを見るのが好きなんです。だったら相撲を見てはどうだ。わしの城では頻繁に相撲大会が開かれておる。いや、相撲じゃなくて私は侍同士が夜の布団でぶつかるところが好きなのです。そうか、ではお前も侍になってみるか。え？私も侍になれるんですか？うむ、わしは面白そうなやつはとりあえず家臣にしてみたくなる性分でな。異国人の家臣はお前で二人目だ。では次の戦になったら兵隊として使ってやるから、それまでは畑仕事をしておれ。え？畑仕事？侍なのに畑仕事するんですか？畑仕事って農民がするもんじゃないんですか？何を言っておる。侍も農民もやることは同じだぞ。田植えの時期には領内のみんなで協力して田植えをして、収穫の時期にはみんなで収穫する。戦になったらみんなで戦う。それが戦国時代だ。あれ、思ってたのと違う。侍って日頃は剣の鍛錬して戦になったら戦いで活躍するものだと思ってたのに。何を勘違いしておるか知らんが、侍も農民も立場が違うだけでやることはそれほど変わらんぞ。農作業しないのなんて大名とか身分の高い侍だけである。一般の侍は農作業するのだ。本物の侍って天かける竜のひらめきも使えないし、多重影分身も使えないし、農民とやってること同じだし、なんか想像してたのと違う。ごめんなさい、もう星に帰ります。侍と農民を分けるか、いいアイデアだ。わしが天下を取ったらそれをやろう。動画見てくれてありがとう。秀吉が刀狩りを行って武士と農民を厳格に区別するまで、武士と農民にはっきりした線引きはありませんでした。武士でも農作業をするし、農民でも戦に出て戦っています。農民の中には武士より強い人もいたそうです。